はい、どうも、川端です。天理大学柔道部さんに出稽古に来ました。終わり終わりじゃん。もうダメ。前回の動画ね、見ていただいた人分かると思うんですけど、はいはい、大野将平選手から天理大学でっていうだけのメッセージいただいてるんですよ。ありましたね。はい、来いってことだと思うんですよ。でも足震えてます。今まで高校とかで稽古してきたんですけど、はいはいはい、今回大学で、しかも天理大学です。やばいから。普通、まあ、柔道あんま詳しくない人たちのためにも、はい、天理大学っていうのがどういう歴史があるというか、はい、天理大学はですね、数々のオリンピック金メダリストを輩出してる大学なんですよ、はい、皆さんご存知の篠原信一、はいはい、全日本前監督、野村忠宏さん、大野将平選手などいっぱいいるんですけど、今もオリンピック選手が今通ったんですけど、そういう人たちがゴロゴロ来るような、ゴロゴロ来るような大学なんですよ。もう絶対来たらダメ。僕天理大学のイメージがもうヤバすぎるんですよ。なんかもう本当に柔道強い人たちが集まって修行してるイメージ、はいはいはい、一番集中できる環境があってみたいな。柔道にどっぷり浸かる環境なんで。じゃあすいません、よろしくお願いします。学生さんですか？学生です。マジですか？はい、ちょっといいですか、一瞬だけ。あ、はい、はい、いいですか？お願いします。やめろ。今から天理大学で練習があるらしいんですけど、はい、その前に大野選手がなんかトレーニングしてるらしいんですよ。はあ、そこにちょっと今から行きましょう。すごっ。大野選手、はい、今から練習ですか？え、3時から稽古です。はい、稽古があるんですけど、その前にトレーニングしてるんですか今？はい。どういうこと？いや、意味は分かんないです。俺は朝走ったじゃないですか。もう走りました。階段をなんかもうめちゃくちゃ走ってたじゃないですか。走りました、はい、で足パンパンなんですよ俺。パンパンですね。動かないんですよ全く、はい。大野選手、今から練習なのに練習前にトレーニングしてるんですか？何が何が定番です。定番なの？いや、練習前になんで練習する？今日は、はい、クイックリフトって言って、はい、ハイクリーンとか、はいはいはい、田村さんいつも付き人なんで、はい、大野選手がどれぐらい練習してるとか知ってるわけじゃないですか。はい、一応近くでは見てます、はい、練習前にいつもトレーニングしてるんですか？定番です。定番ってなんだ。疲れてる状態になるじゃないですか練習前に。はい、かなり疲労はすると。疲労してて練習で疲労するわけじゃないですか。します。はい、でも練習前から疲労させるんですか？定番です。何が何がいや、もう無理なんよ俺は。足がちょっと本当死ぬほど張ってるんですよ。わかるよね？わかります、わかります。歩くのがきつい。え、これが天理大学のトレーニング場ですか？あの体育学部で、はい、体育館と水泳場とあとトレーニング場が併設してる場所です。その田村さんって弱気じゃね？やめて、やめて、やめて。え、あ、靴履かないといけない。大丈夫です。田村さん、これ普通回していっていいですか？ちょっと確認してみますか。はい、じゃあ。はい、7.5 で打てる。大野選手、あの、はいはい、練習前に疲れますよ。やめといた方がいいっす絶対。練習前にトレーニングするのおかしいでしょ。疲れさせるためにやってますか？疲れさせて練習するんですか？永瀬のマネージャーさん。あ、永瀬選手の。あ、マジっすか？え、いただけるんですか？ありがとうございます。やった。で、その練習前に重すぎる。その見たことないことしてるのよ。なんかベンチとかじゃないじゃん。確かに。靴持ってます？あ、靴はほんまに捨てました。貸すんで。あ、はい、足危ないで。靴は履いてくださいってことです。これいいわ。え、次めっちゃかっこいいやん。大野将平モデル。すげえ。変わったトレーニング方法やな。
ー&ジャーク初めて聞いた。ほんまに何これ、これ どういう動きなんですか、その肩の構造的に。一回外してるんですか肩は。待てよ、まずスナッチクリーン&ジャックいや、ここ見たことないんですよね、あんまり。そのウェイトリフティング、ウェイトリフティングってこう、まあ、一瞬の瞬発力なんで、柔道でこう技をかけるのと似てるんですよ。そういうイメージで、あのもちろんこれやる前から世界チャンピオンだと思うんですけど、やってから聞いた話あのやってからよりなんか良くなったとかあるんですか。それは言わないんだ自分じゃ分からないです。あ、相手がまあやらないよりね、やった方がいいし、できないよりできた方がいいし、直接そんな関係があるかどうかっていうのはもう、あの、分かんないですけど、でもためになってるっていうね、思ってトレーニングするしかないじゃないですか。階段ダッシュもするじゃないですか。はい、はい、よっ、始まるんです。やばくない、始まる、始まる、はい、力の強弱は柔道の技にめっちゃ似てるんですよ。ああ似てる、一瞬のこういう力で、はい、前もやっぱさ試合あるじゃん、はい、ではトレーニングしていかないといけないじゃん。で今大野選手にいろいろそういう話聞いて、はい、お前はやるの。いやい やらないです。なんか今までと違う感覚になってるな。大野選手の今日練習を見て、あ、俺も頑張ろうと思う気持ちになると思って来てるんだけど、うん、違うのよ、じゃあいいってなってるじゃあいいよって、もうそこまでするな、それならいいって。100キロらしいです100キロ。そっちの大会でしょ、そっち大会。こんなもんかなって言ってましたあの話が全然違うんですよ。何かありましたか。そのなんでそんなにやるのあの人。言った方がいいんじゃないですか。え、やんなくても勝てるじゃん正直。あれやんなくてもオリンピック金メダル取れるでしょ。実際どうなんですか田村さん的に。ここまでやる必要あるって思うでしょ、いつも見てて近くで思ってるじゃん一言言っていい？何が？ちょっと、すぐ練習ですか？行きましょう。失礼いたします。あ、お、顔がこんじゃないの。え、何しに来たのよ。じゃあダメです、撮ってる、今の勝手に撮ってるよ。やばいちょっと、あの先生すいません。いやいやいや、俺許可してねえし。ありがとうございます、あの大許可もらいましたあの先生に。ちょ、お前さ、ちょ、お前マジで何しに来たの
ちょ、ほんま先生、あの僕来るってことはもう YouTube しかないんですよね。だって後ろでカメラ回していいんだよ。ガンガン回していいんだよ、お前。ほんとに回していいんですか。いや、別に買えへんけど。ありがとうございます。いや、俺は買えへんで。はい、新規 YouTube にそれ 何しに来たの。天理大学を、もうめちゃくちゃ取ってやろうと思って。おー、まあそれはいいことだと思う。全部取ってやろうと思って。いろんな力使ってお蔵入りにしちゃうから。いや新井先生がむちゃくちゃな力を使ってくれて、やっとここにたどり着きました。いやいやいや、あ、そうか、一応学校に申請出さないといけない。はい、そうです。あ、そうか、そうか。学校に申請自分から出しても絶対無理なんで。なんだ、誰やねん。いや、なんか多分10万人突破の川端だぞって言われたんだよ。大きい声で言わなかった。大きい声で10万人とか言わないでください。なんでよ。あの、恥ずかしいんで。あの、その、そんなすごくないんですよ。いやいや、そんなことないですよ。だって俺自分で YouTube とかやってるわけでもなくて、はい、そんなに見ることもないけど、はい、10万人だもん。すごいよ。すごいですよ。でも野村ね、あんまりいいよ。野村さん、たぶん2万人ぐらい。こっち、お前たち、勝ちってるやん。いやいや、勝ちってるやん。勝ちってないっすね。でも正直、野村の2万人っていうのは、やっぱりオリンピック3回金メダル取ってるっていうのと、純粋に柔道が、柔道ファン、純粋に。そうです。で、選手をリスペクトしてるっていう人の2万人やと思う。そうです。そうやろ。はい。でも、あなたの場合は、やっぱりその柔道を通じて、面白かったり、真面目なとこもあったり、そういう変化のありながらの YouTube やん。で、10万人やで。もう疲労間違いなく超えてるやん。何やったらもう柔道界で金メダルやん。悪いっす、本当に。悪いです、それは。いやいや、ほんまお前、だって、いや俺ほんまにめちゃくちゃいじってるじゃないですか。10万人やで。いやいや、でもこうしてテレビ大学を取り上げてもらうことによって、やっぱりそのテレビ大学のアピールもなるから。え、いいんですか、本当に。いやいや、それはごめん、俺が勝手に決める。僕も、学校側にイライラするときに、穴井高政監督に全て了承済みですって書いてある。それ了承されたの。いや、される前にされる前に書いてから、許可取りました。でも、本当に、この柔道界のこう発展には、いいことだと思うで。いや、あなたのその活動は、俺は素晴らしいと思う。本当ですか。ほんま、ほんと、ほんと。いや、先生にそうやって言っていただけたら、強化選手時代もこんな褒められたことないでしょ。いや、ないってことだから、強化選手の褒めるとこねえんだもん。いや、僕のこと多分知らなかったっすよね。いや、知らんことはない。あ、知らんことはない。もしかしたらね、経営力で強いっていうのは知ってたから。わざわざ切れるっていうよりも、やっぱり国士官独特の粘りがあった。そうです。負けなかった。その粘りがあったんですけど、その粘りが一番嫌いなんですよ、先生は。いいよ、そんなことないよ。いや、もう切れるやつじゃないですか、先生も。むずかだ、むずかだ、早く投げろ。そう、早く投げろっていうタイプなんで。本当に俺はもう素晴らしいと思うよ。本当ですか、ありがとうございます。ちょっ、来た。ダメだ、ダメ、怖え。ちょっと待って、これはやばい、むちゃくちゃに怖いんだけど。もういいよ、もうちょけなくて。怖いって、なんだよ。怖すぎます、なんか雰囲気が。お前、正直言ったのは腰関節怖いから。失礼します。全日本合宿だ、ね、全日本合宿。あの人、打ちまった、うまなんて言った、今。あれ、じゃあ、おいとか言って、分かってんの、みんな、本当に。浅井先生が言ったこと。だから、本当、軽量級でも、全国クラスの人いっぱいいるんで、そういう人とやらせていただこうかな。もう大体決めた？うん、多分あの人が一番強いと思う。しょっぱな頼むよ。
似てるやん、このパス。ダメだ。大丈夫？もうちょっと雰囲気がもう無理。やばい。耐えれない。びっくりしたんですけど、うん、あれあそこにいるの、あの篠原先生の息子じゃないですか、多分。え、篠原って書いてるんですよ。ほんまや、ほんまや。で、顔むっちゃ似てるんですよ。うわ、ほんまや、絶対合ってるわ。大学生かな。どんどん絶対そうだよね。絶対合ってる。ちょっと確認しよう。すいません。あの篠原さんってあれ先生の息子さんですか。違うよ。え、あ、違う。顔全く一緒っすよ。俺の男前やろ。え、次ちょっと息子さんで一本。いいよ。あ、いいっすか。ありがとうございます。篠原先生の息子やってやっぱり。やっぱり合ってる。やっぱり13。13。あ、13っすか。余裕だ。13とか余裕じゃん。いや、篠原先生の息子さんだ。中学3年生ですか。あ、一本お願いします。それやめろですって。で、かけろ。そうそうそう。それなんだって、それ。離れて。すっごい時間稼いでんだよな。で、かけろ。そうそうそう。今の。いや、いい。自分も倒す。やって。何の得もな、教えてもらうの。詰め込んできてるじゃん。すごい。前出ろ前出ろ。
たってないって。当たってない。絶対当たってないぞ。やってないんだよ。やってなかったけどな。ごめんな。何だ。それは何？よし。じゃあ、頑張るよ。よし。世界行く、世界。頑張ります。先生のとこ行きます。なんかこう釣り系との連動っていうかこの距離があるんですよまだで、メンタル的にまだちょっと子供だなっていうのはうるせえよお前、いいよお前お前さ、ネタにするために来てるよ、ロケお前ここにわざわざ違う、あ、そうだなんか、いや、強いんですけどやっぱその、まだ引きつけられてないんですよ、相手のことで、相手の方に入っていってるんで先生みたいに、こっちこっちに引き出して、大外行かないと相手の方にこうやって行っちゃってるんで、まあまあまあ確かにだから先生もそうじゃないですか、引きつけて行くじゃないですか、それがまだちょっとできてないなっていう、まあ、でもまあまだ13なんで、まあ、未来明るいんでこれから指導していけば治っていくと思います。ああ、はい、もうもうあれだな。いやいや、でも本当にあの将来有望だと思います。有望だと、こうです、有望なんだ、有望です。あとメンタル的なもんだけなんで、はい、ちょっと大野選手なんかもう元気やからさ、疲れる、あの手書いてもらってよ、座ってよ、座ってよ、なんかさ、ほら、のぶきにさ、こうなんでしょみたいな、教えてんの、本場のお外教えてやってくれ、教えてください、お外、ちょっと待っとくわ、待っとくわ、あ、そうだったじゃん、電子来たんだから。ただお前さ、気前があのさ、うちの息子の大外が押してくれたやん、はい、その大外を逆に大野にかけたってよ。まあまあでも、それはできるんですけど、あえてそこをやらないでいいかなと思いますけど。大事なわけだよ、ちょっと怖いっす。忙しくやろ、お前、でもさ、大外教えてもらっていいですか。あの大野選手も大外がやりするからさ、教えてもらってよ。足震えてるんですけど。やられるパターンですね。ちょっとさ、腰引いてんじゃん、右引いてんじゃん。いやいやいや。これはやばい。いやでも、はい、大野がこう、ね、こう自分の周りに入って仕掛けようとしたときに、はい、パッと動くのよね。あ、タイミングずらしてるの。そんなのさすがや。あいつでもそこに全力注いでるんじゃないですか。いや多分まだかけれへんの。ただ単にもうそのなんていうの、投げられんとこうとしてる。なるほど。ちょっとあの YouTube 的やから、ちょっと真剣にやってもまあまあ俺は頑張ったぞっていうのを見せようとしてる。あ
ちょっと今の流れが引っこ抜かれてました。篠原先生、あいつも試合出るみたいなんですよ。なんで試合出んの？実業団。あ、そうなんや。はい、俺結構俺もあんまやると思うよ、ほんまに。ちょっと真剣にちょっとやらせた。本当ですか？あのさ、これでも褒めたら多いの、多分もう3秒ぐらい投げると思うんだけど、はい、でもちゃんとずらすの、ずらすの、小技をかける前にずらしたり、ずらし、土井をずらしたりさ。いやちょっと待って、お前が投げたみたいになってるやんか。シャッ。いやでもほんま、ちょっと前とかさ、はい、その相手がこの技に入るとするタイミングをさ、はいはい、うまく動いてずらすとか、はい、ここにやっぱほんまに、ああ、そういうなんか動きの感覚とかは、まあ、それはそういうのはやっぱりもうさすがや、あ、全然衰えてない。元気出して。あとは真面目にできるかどうか。そうです。これ今のもちょっとふざけてるわ。でもほら、何、ふざけてるって言い方おかしい。でもほら普段そんな言えへんよ。はい。あえて。ちゃんとそうすることによってさ、みんなが注目させるところがすごい。アピールするところがすごい。でもふざけてるわけでもない。そうですね。ドンバイ、そっから行きましょう。なんか面白いんですね、投げられた時が。投げられてからの立つまでの動作が早すぎて、ちょっとこう溶けてるように見えるけど。そうですね。でも決して別にそのない、はい、絶対真剣にはやってるんですけど、こいつの存在がもうほらもうふざけてる。あ、いや、ちゃう。いやでも今のちょっとスロー再生してみて。まあ、1% ぐらい可能性はありそうですけど、ね、うん、なんでそれでやられとんの。いや、あれ決められてんの。いて、しまってんの。今の見ようによったらやけど、やられてるからね。あいつ、自分が今取ったと思って今、うん、ちょっと高揚してるんで、うん、気持ちが。そう、多分自分で取ったと思ってる。ただ確かに大野が内股で投げたけども一本よ、はい、まあでもまあ技ありぐらいから、はいはい、バレすぎたから、はい、でもそれをコントロールしてその返したっていうふうにアピールする。めちゃくちゃ卑怯なやつじゃないですか。いやでも何やろな、その相手が技ありやから、はい、大野選手投げたマザリアン、その後に抑えに行ったっていうところはまだすごい。ああ、なるほど、ほんまの試合だったら抑え込み1本かもしれんから。なるほど。でもその後にすぐ寝技も返されて毎年してたけど、ほら、正義やっしゃー。ラストなの？いやいや、なんで勝手にラストで決めるの？ラストじゃないから。
あれさ、10本目やねん今、はい、だから勝手にラストでもう10本っていう勝手に決めてんねん。いやいや、あれ12本やから5分の12本やねん。勘違いしてる。勘違い無理どこや、その道場来てやでも今あの背負い投げダメなんだね。ああ、その韓国勢を言って今白いなんだ、反則なんだよ。でもルール知らない。あいつ知らないんですか。ルール知らんで。あれほんまに試合出るんやろ。はい、あれかけに行ったら指導取られる。でもルールから勉強せよ。やられるわ、やられる。結構練習は最近してるみたいで。あそう、でも体力はなんか割とパワーあるんですか。あると思うで。でも大野選手で、あまあまあ組み上げてるから。ただあれ、あれも低いで決められてるから。あれ、低いで決められてるから。あれ別に手首押さえてるけど、反則じゃないから、勝手に痛がってるだけ。なるほど。一回ぐらいちょっとこうおっていうのを見たいよな。でも引っこ抜かれてる。さすがでも群馬やちゃんとトレーニングしてそうやろ。これただ単に投げられてるだけやけど、やっぱりそう組んだりするのやっぱ結構きついから、まあ、それでもやっぱりちゃんとこうやってやると思ってるからね。チュよし、学生に差し入れが渡して、そうです、自分で何年結局自分で全部飲もうとしてます。ただ至って真面目っていうところがまたちょっと面白い。そうですね。いやいや、でも本当にもうこれだけは本当の話。いや、こうただ単にこう組んでるだけと思うやん、はい、いやいや、かなり力使うから。
それでもやっぱり大野選手こんだけ組めるっていうのはほんまにあのトレーニングあのしてるんだろうな、はい、これも間違いない。なるほど。ただやっぱりどっか若干群馬川端っていうのが働いてる。ああ、面白い紹介なって。そうですよね。だから川端亮じゃなくて群馬川端がちょっと多めに出ている感じです、ね。いやでもほら川なんかいい表情してほんまにやってるもんね。そうですね。ただあいつあの真剣な顔をしながら笑いを取ることを考えてるあの時もあるんで。それはまあ試合だったら反則負けやけどね。もう指導3つ来てるから。32歳だけどさ、うん、柔道の厳しさ教えてもらいました。でもなんかさ、ちょっと純粋にお前も楽しんでたよな。本当の柔道を教えてもらった、うん、最初さ、うん、最初なんかちょっとふざけてたんよ。うん、それはもう見て分かった。でもさ、うん、段取りやっていくうちにさ、なんかこう引き寄せられたんだよね。もっと来いよみたいな。何も言われてないんだけどさ、大野選手とやらせていただいたんですけど、何あれ。それは、はい、あのあなたがそう思うように、はい、普段ずっと俺らを見てる俺らでさえ何あの強さって思う。先生、教え子じゃないですか。まあまあまあ、教え子っていうか、まあまあまあ、そうじゃない、大学の時監督やられてて、何あれって思ってたんですか。思ってたよ。監督なのに。いや、だから、前夜監督の時は、いや、これでもう絶対もう世界もう取るなって、
でもそれも間違いないよ。でもそれとそんな年代はそんな年代でほら代表いたから、はい、でもこいつは必ず優勝するなって思ってたよ、もちろん。で金取ったじゃん、はい、世界選手権勝ち、はい、この時勝ち、はい、でも2つ取った頃になると、3段階ぐらい強くなってる。投げられてるって感じじゃないんですよ、本当に。引っこ抜かれてる。一回浮かしていただいて、ゆっくり落としていただくっていうか。う、何なの。いやだから、もうあれがもう、あの、大野です。え、先生、本当にもういろんな選手見てるじゃないですか、うん、最高傑作。いや、多分あの最高傑作に自分でなりよった。あ、最高傑作っていうか、もうその、どうせか分かりやすくたら、スーパーサイヤ人に、はい、ね、悟空が、はい、強いのに、はい、さらにトレーニングをして、はい、スーパーサイヤ人になった、はい、次の自分でなっちゃう、なってるから。自分でなったんですね、あの人。自分でなったら、もうそんな戻しとかそんなのやっぱり自分のもうここが強なかったら、そういうトレーニングもできる。